本山鹿のメンバーが一人ずつ紹介される。松田直樹、ひときわ大きい声援がサポーターから沸き起こった。元日本代表ディフェンダー松田直樹。会場を埋めたサポーターは1300人。山鹿を愛する気持ちが松田の心をつかんだ。表情は少しこわばっているように見える。本当にもう泣きそうで、鳥肌はすごかったですし、まだそんな新入団って言ってもまだそんな絡んでないじゃないですか。そのみんながそんなに何泣いてんのって思われたら嫌だなと思って、すっげーこらえてて、そのぐらいなんか感動してて。そしてサポーターに誓う。自分としては来たから以上、松本山鹿を、噛んだ大丈夫、全国区にしたいです。必ず J2 に行きます。俺マジサッカー好きなんですよ。マジでもっとサッカーやりたいっす。去年12月、松田直樹は J1 横浜 F マリノスのファンに別れを告げた。 F マリノス一筋16年、闘志あふれるプレーでファンを魅了した。33歳の元日本代表に告げられたのは戦力外の3文字。松田の新天地選びが始まった。 J リーグをはじめ国内外のクラブからオファーが寄せられた。年の瀬も押し迫った去年12月29日、松田は松本駅に降り立つ。真っ先に誘いを受けた山鹿を視察するためだ。クラブのトップが顔を揃えて出迎える。他でやったことないんだもんね、契約が。そうなんですよね。移籍するのは初めてだと思うんですが。だからなかなか本当に決められなくてですね、迷いが。いや全然相当いいですよ、はい、本当に広いです。これ2万人収容のアルインのピッチに立ってみる。いや本当にこの雰囲気がね、いや本当に良くないです。最高ですよ。まさにみたいな選手が来ればやっぱり長野県がやっぱ本当に高まったと思うし、 J に上がる道の中ですごいいい体験ができると思うので、我々もそのファンのために松田君が来てほしいと思うし、ぜひ考えてもらいたいと思います。すごい考えてる、はい。すごい、でも来てよかったね。本当に嬉しいよ。だって社長も副社長も来て、まあそういうのに飢えてるっていうか、こういう自分をそうやって欲しいってあそこまで情熱あって言ってくれるっていうのは本当に嬉しいし。そして大晦日の夜、松田は決断した。横浜の松田です。今日をもちまして、山鹿のために自分は気持ちを込めて戦いたいっていうのを決めたので、でもあと約束してほしいのは会社と
あの選手スタッフと監督スタッフとサポーターが一丸となって戦いたいっていうのはもう自分の中ですごいあるので、それだけは約束してほしいなっていうのがあって、はいはい、失礼します。はい、なんか社長なんか冷静なんだけどなんだろう。いやしゃー、 JFL 行ってたやつがいて、俺の友達とかも聞いてたら山賀だけはいいよってみんな言うんですよね。それ聞くじゃないですか、正直本当に分かんないんで。だからそういう時に山賀のファンはすごいよって、スタジアムもいいよっていうのは本当に聞いてて、ああそしたらなんかこうやって俺が言ってるみんなと戦えんのかなっていう。ね、記者会見ってどうやって挨拶するの、なんて言えばいいの。もう練習していい、練習すげえ短いからね、はい、今日は忙しい中お集まりいただきありがとうございます。長野県松本市にある松本山賀に移籍しました松田直樹です。およそ 800m J2 を目指したいと思いますっていらない、松田直樹ですっていいのかな、もう俺すぐ噛む必ず J2 に行きたいと思っています、よろしくお願いします。でいいか、そうですね、うん、ゲッゲー。今日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。会社チームファンサポーターが一丸となって必ず J2 に上がりたいと思っています。新たなサッカー人生が始まった。でも噛んじゃいましたね、やっぱ噛んじゃったね、ダメだね俺。でも本当に全国に知らしたいよね、どうせ行くからには。その松本山賀っていうチームをさ、1月17日山賀の初練習、松田は緑色のシューズを履いて現れた。ビッグネームの登場に注目が集まる。多くの報道陣が詰めかけ松田の姿を追った。すいません、カメラの方一回ちょっとこちらの方に外れていただいていいですか。チームを率いるのは吉澤秀夫監督。あとは報道陣の目線気にしないで、とにかくカメラ目線あんまなしにしていきましょう。以上です。行っていきましょう。カメラ選手より出てるよ。カメラ選手より出てるよ。松田をはじめとする新戦力をどう一体化させていくか、チーム作りが始まる。戦力外通告から1ヶ月半、俺じゃないよ俺じゃないよ、嬉しそうにボールを受ける松田の姿があった。新たな気持ちで臨んでるんで、まあいいスタートは切れたかなとは思います、はい、靴が緑で、はい、グローブも緑ライン、はい、この辺は意識されたんですか。相当します、はい、それはもうとにかく緑になれるように身につけていきたいと思います、いろいろ緑を、はい。松田直樹が山賀に入団しておよそ3週間が経った。ナイス。まっちゃん早稲田も日本あれやれよ90分。あ、これにも。はい。いや、トミとか若いから全部やれよ。あ、トミとかね、もう全然問題ないし。トミとか基本、はい、基本。それができてなんぼだからね。近くないですか、大丈夫ですか。これ、ヒデさん、いいんだよ、そのね、絵面が必要なんだよ。絵面、しかも寝癖は立ってるわ。伝わる伝わる。俺の人間のひどさが分かりますよ、これで。あ、やべえ、そうなるとやべえな、これ。いや、でもゲーム感覚を取り戻すために早い時期から練習試合を組んだ。実戦を通して連携プレーを作っていく。よし、よし、
手伝う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 ぞ。ゆうすけ取った後は確認したよ。1月下旬の練習試合、入団間もない松田だが早くもチームに溶け込んでいた。顔と名前全部覚えた。あ、もうあっさり覚えました。今回自分から来てるわけだから、それは自分は本当にお願いしますっていう形なので、そこはもう自らやっていかないと。なんかコミュニケーションっていうのは、なんかすげえ仲良くなろうっていう、仲良しクラブ作ろうっていうのは全くなくて、そのサッカーの中でこいつはどういう性格だからこういうパスが来るんだろうな、こういう動きをしたいんだろうなっていうのが分かるじゃないですか。まあ、自分の場合そういう感覚でずっと生きてきたので、その別にすごい話すから、すごい全然話さないからとかじゃなくて、そこを見ながらその選手の特徴をすごい掴みたくて、自分が思った時にこういう動きをしてくれるやつなんだなとか、こうだったら追いつく、ここ追いつかないとか、それをすごいもう開幕までにすごい試したくて、そういう意味でのコミュニケーションでもすごいあるので、どんどんもっともっとやっていきたいなと思いますね。うん。J2 昇格を目指す山賀に J リーグの力を知るチャンスが訪れた。練習試合の相手はキングカズこと三浦知良がキャプテンを務める横浜 FC。 すごいですね。なかなかできないですよね。まあ、それを目当てに来てくれるお客さんもいると思うんで、ね、やっぱり横浜の人たちにね、逆に松本山形ってこんなにいいチームなんだっていうのを見せれたらいいんじゃないですかね。はい。この試合を誰よりも楽しみにしていたのが須藤祐介。24歳の若さでキャプテンに抜擢された。以前横浜 FC にいた須藤はカズを尊敬してやまない。今はキャプテン同士、ピッチでの再会。開始直後からカズが山賀ゴールに襲いかかる。山賀も反撃し、惜しいチャンスを何度も作った。須藤とカズが体を寄せて競り合う。元日本代表の松田とカズがボールを奪い合う。横浜とほぼ互角に渡り合った。楽しかったです。カズ抜いたり、カズのボール取ったり、カズにやられたり、すごいですね。ゲームを通してキャプテンの姿勢も学んだ。カズ常にこう冷静で、常にこう自分のプレーのあれを崩さずにペースを乱さずにずっとやってたんで、やっぱりね、自分もガーッとなるときはそれはみんなあると思うんですけど、それをなぜか抑えてキャプテンである以上、チームの周りのことを見ながらやっていけたらなと思います。今ねやってるカテゴリーは違いますけど、お互いサッカー選手、サッカー人としてね、サッカー界を盛り上げていきたいなという気持ちは変わらないし、同じ仲間には頑張ってもらいたいなというふうに思います。熱心な応援で知られる山賀サポーター。1試合平均5079人。昨シーズンのホームゲームの観客動員数はJFL の新記録となった。真剣な表情で筆を運ぶのは山賀のサポーターグループウルトラス松本のメンバー。開幕に備えて応援用の横断幕の化粧直し。かすれた文字をペンキで塗り直し、傷んだところを直していく。手作りの横断幕は40枚に上る。やっぱ戦友みたいなもんなんで、これは我々と同じ応援と同じように魂こもってるんでね。山賀の勝利のためにですね、気持ちを込めて塗ってますこれで選手たちが頑張れたらいいと思いますけど
昨シーズンたくさんの観客が集まったが、サポーターは満足していない。目標は2万人収容のアルインを緑で埋めること。ホームのゲームの時は毎試合5万円になるような、やっぱそうすることでやっぱクラブも支えられると思うし、今年こそは J リーグに昇格するんだっていう思いをやっぱりみんな感じてると思うので、やっぱりチームもサポーターも一丸となって、ね、J リーグ昇格をやっぱ掴み取りたいなと思います。はい、はい、山鹿のゴールキーパー石川タスク26歳。毎日午後5時半過ぎアパートを出る。いやそうですね、やっぱり正直サッカーだけで生活していくっていうのはちょっときつい部分あるんで、やっぱ、ね、自分の好きなことをやるにはやっぱ他にも苦労することがしなきゃなと思ってやってます。はい、向かう先はスポーツカフェ。スマイル作ったりね、やんなきゃダメでしょ。アパートの家賃をアルバイトで稼ぐ。接客業はちょっと恥ずかしいですね、正直。あ、そうです。そうですね、ちょっと、昨シーズン正ゴールキーパーの座を掴んだ石川。しかしレギュラークラスの選手といえども、サッカーだけで生活できる選手は限られている。生活費をアルバイトで補いながらサッカーに打ち込む選手が大半だ。石川もそんな選手の一人。店では主に接客を担当している。はい、失礼します。あとアイスココア。はい、はい、失礼します。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。午前中はチームの練習、午後はトレーニングジムに通い、夜6時から10時まで働く。石川さんの目当てで来る方もいるんで、やっぱその方にはやっぱ挨拶なりファンサービスもしてくれるんで、とてもこちらも助かってます。店には石川自身が考えたオリジナルカクテルがある。自分の名前をつけたタスクブルー、ニュードリンクで今日からあれなんで、よく混ぜてから。分かりました、はい、あ、うまいっすね。美味しいですね。うまいっすね。うまいっすか。ありがとうございます。石川の3つ年上の兄直弘は元日本代表で J2 の FC 東京で活躍する。兄と同じ J リーグの舞台に立ち、兄と試合をするのが石川の夢だ。大変は大変なんですけど、まあ本当に自分の好きなことやって大変な思いしてるのはしょうがないことだし、まあそれはね、自分の夢に向かってやるためには必要なことなんで、まあ苦にはなってないです。山鹿のキャンプは南国宮崎。宮崎市から車で30分の西都市を拠点とした。とにかく自分のコンディションの中でベストを常に作れるように頑張りましょう。よし、実戦形式の練習を重ね、試合の勘を養う。テーマは攻撃するための守備。選手の連携を強めることでチーム力の向上を図る。宿舎は西都市内の温泉旅館。そうそうそう、いいね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 。この日の夕食は宮崎県が差し入れたブランド豚のしゃぶしゃぶ。観光に力を入れる宮崎県ならではのおもてなしだ。滑らかいね、こう。テーブルには選手の栄養を考え、朝昼晩と必ず
10種類以上の料理が並ぶ。サッカーをはじめスポーツ合宿に手慣れた、これも宮崎県ならではのノウハウだ。そういうのがさ、もう誰か出てきた。あ、おい、あ、北村選手、どうですかキャンプの調子は。ぼちぼちですね、状態いいっすよ。どうもお疲れ様です。うん、あれ、これは新加入の片山選手じゃないですか。どうも。選手たちは2人から4人の部屋に分かれて6日間の合宿生活を送る。哲さん、大丈夫ですかこんな部屋で。ダメでしょ。大丈夫ですか。練習後のコミュニケーションはチームワークの源となる。さすがですね。そう出したらからね、これは。何それ。素晴らしい肉体。おめでとうございます。選手が撮影したビデオからは和気あいあいとした山鹿の雰囲気が伝わる。だがひとたびグラウンドに立てば戦う集団へと姿を変える。今シーズンの目標は G2 昇格。プレッシャーはないですか。いや、なければね、やっぱり正直こう仕事のやりがいにもならないし、そういう部分を逆にこう選手にはやっぱりこう、いや達成感としてみて、ね、やっぱりやってほしいし、皆さんの期待に応えられるように全力で頑張るだけです。結束力とその強い気持ちっていうのを持って、この開幕戦っていうのは本当に勝ちたい、勝ちにいきたいなと思いますね、みんなで。 J リーグを目指す男たち、戦いの幕が上がる。